ババヒデオは日本のゲームクリエイター。かつてはバンダイナムコエンターテインメントのプロデューサーを務め、主にテールズ・オブ・シリーズを手掛けていた。また、株式会社スタジオ・イストリアの代表取締役に就任していた。当初は映像業界での仕事をしていたが、その後ダメ元でナムコに応募し2001年にキャリア採用で入社。RPG の制作を希望していたが、 鉄拳のチームに配属され、2002年頃にデスバイ・ディグリーズの企画に関わる。同作品の海外版の作業が一段落した2004年頃、テールズ・オブ・シリーズの人員募集の打診を受け、テールズ・オブ・ジャービスにヘルプで関わり、映像の制作などを行う。そのような中で、同シリーズのプロデューサー吉住真に新たな企画を考えてほしいという話を持ちかけられる。当時、 過去のゲームを現代のものに合わせたゲーム性でリメイクするという流れがあったことから、1997年に発売された Tales of Destiny のリメイクを行うことになり、これが Tales of への本格的な関わりとなる。2007年の Nintendo DS 用ソフト Tales of Innocence 以降、Tales of シリーズのブランドマネージャー兼プロデューサーを務める。2016年には、 テールズ・オブ・シリーズ IP 総合プロデューサーとしてゲーム開発の監督や IP プロデューサーを担当し、プロデューサー業は深谷康博が引き継いでいる。2016年10月にスクウェア・エニックスに入社。2017年2月、スクウェア・エニックスホールディングスが同年1月に発足した株式会社スタジオ・イストリアの代表取締役となる。 2018年12月末にスタジオイストリアの代表取締役を退任、また2019年3月末にはスクウェア・エニックスを退社。テイルズ・オブ・シリーズでは戦闘システムについてプログラマーの有働達郎と試行錯誤しており、物語やキャラクター表現といったシリーズの魅力を守りつつ戦闘の新たな部分に踏み込むことを意識している。欧州版。 テールズオブグレイセス F の海外メディアインタビューにて JRPG はチームにとって最高のゲームジャンルで私たちはスカイリムのようなオープンワールドのゲームを作成するつもりはないと語っている。ありがとうございます。